こんにちは。今回は2021年の J1 の全20クラブの総年俸を計算して11位から20位を発表したいと思います。 J1 の開幕まであと1週間となりました。開幕が間近に迫っていますが、 J リーグの選手名鑑に記載されている数字をもとに2021年に J1 で戦う全20クラブの推定の総年俸を計算してみました。今回は11位から20位編です。次回の動画が1位から10位編となります。それではスタートです。まずは20位です。20位は大分トリニータです。推定の総年俸は 3.92 億円です。3000万円以上の選手は2人で、5000万円以上の選手は1人もいませんでした。昨シーズンの推定総年俸は 3.97 億円だったので、昨シーズンと比べても500万円ほどダウンしています。チーム内の最高年俸は新加入の長澤です。大分の過去最高は2009年の 5.25 億円です。次は19位です。19位は徳島ヴォルティスです。推定の総年俸は 5.23 億円です。3000万円以上が4人、5000万円以上も1人います。加入が決まったばかりのカカは数字に含まれていません。カカの移籍金は2億1000万円と言われているので、年俸もかなり高いと思われます。チーム内の最高年俸は新加入のバトッキオです。前回 J1 だった2014年の推定総年俸は 2.75 億円だったので、かなりアップしていると言えます。次は18位です。18位はサガン鳥栖です。推定総年俸は 5.81 億円です。3000万円以上の選手が7人いますが、5000万円以上の選手は1人もいません。昨シーズンの推定総年俸は 6.80 億円だったので、約1億円ほどダウンしています。チーム内の最高年俸は新加入のドゥンガです。トスの過去最高はフェルナンド・トーレスがいた2019年の 15.76 億円です。2019年のトスの総年俸がいかにぶっ飛んでいるかを如実に示すのがこちらのランキングです。2002年から2020年までの19年間の J1 の全クラブの推定の総年俸を計算してベスト10を示したものですが、2019年の鳥栖は4位にランクインします。イニエスタやポドルスキーがいた神戸に次いで4番目の数字となります。多額のお金を投資して結果が出なかったので、経営難に陥るのも致し方なしと言えるでしょう。次は17位です。17位は湘南ベルマーレです。推定の総年俸は 6.65 億円です。2020年の推定総年俸は 5.06 億円だったので、昨シーズンと比べると 1.6 億円ほどアップしています。チーム内の最高年俸はウェリントンです。数字が残っている2002年以降では、今シーズンがチーム史上最高の総年俸となります。次は16位です。16位は横浜 FC です。推定の総年俸は 6.72 億円です。3000万円以上の選手が12人いて、5000万円以上の選手も2人います。昨シーズンの推定総年俸は 7.03 億円でした。チーム内の最高年俸は右サイドバックのマギーニョです。2007年の推定総年俸は 3.07 億円だったので、その時と比べると相当に大きな数字になっています。次は15位です。15位はベガルタ仙台です。推定総年俸は 6.84 億円です。3000万円以上の選手は9人で、5000万円以上の選手は3人です。昨シーズンの推定総年俸は 6.07 億円だったので、昨シーズンと比べると7600万円ほどアップしています。チーム内の最高年俸はクエンカです。今シーズンの総年俸がクラブ史上最高の数字となります。次は14位です。
14位はアビスパ福岡です。推定の総年俸は 7.29 億円です。3000万円以上の選手が8人、5000万円以上の選手も6人います。前回 J1 だった2016年の推定総年俸は 2.88 億円だったので 2.5 倍ほどになっています。しかも加入が決まったカウエと金森の年俸は含んでいませんので、2人の年俸を合わせると8億円近くになると考えられます。次は13位です。13位はコンサドーレ札幌です。推定の総年俸は 7.50 億円です。3000万円以上の選手が10人いて、5000万円以上の選手も5人います。昨シーズンの推定総年俸は 7.45 億円でしたので、昨シーズンと比べると500万円ほどアップしています。J2 に降格した2012年の推定の総年俸は 2.48 億円でした。チーム内の最高年俸は J です。次は12位です。12位はサンフレッチェ広島です。推定の総年俸は 7.96 億円です。3000万円以上の選手は10人で、5000万円以上の選手は6人います。昨シーズンの推定総年俸は 7.58 億円でした。今シーズンの推定の総年俸は数字が残っている2002年以降ではクラブ史上最高となります。チーム内の最高年俸は青山です。J2 に降格した2002年の総年俸は 2.84 億円でした。最後は11位です。11位は柏レイソルです。推定の総年俸は 9.01 億円です。3000万円以上の選手は11人で、5000万円以上の選手は5人です。昨シーズンの推定総年俸は 10.24 億円でした。過去最高の数字でしたが、今シーズンは記録が残っている2002年以降では2番目に大きい数字となります。チーム内の最高年俸はクリスティアーノです。優勝した2011年の総年俸は 7.55 億円でした。11位から20位は以上です。まとめるとこのようになります。11位は柏、12位は広島、13位は札幌、14位は福岡、15位は仙台、16位は横浜 FC、17位は湘南、18位は鳥栖、19位は徳島、20位は大分となります。あくまでも推定の年俸ですが、J1 の20クラブの中で総年俸が最も低くなったのは大分トリニータで 3.92 億円でした。すでに触れましたが、広島、札幌、福岡、仙台、湘南、徳島の6クラブは数字が残っている2002年以降ではクラブ史上最高の総年俸となります。それ以外の4クラブについてですが、柏は2020年の 10.24 億円がクラブ史上最高となります。横浜 FC も同じく2020年にクラブ史上最高の総年俸を記録しています。鳥栖はフェルナンド・トーレスがいた2019年の数字が最高で、大分はシャムスカ監督時代の2009年の 5.25 億円がクラブ史上最高となります。今回の動画は以上です。次回は総年俸ランキングの1位から10位になります。1位に輝くのはどのクラブでしょうか。面白かった時はチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時ぐらいにアップしています。それ以降の時間帯にチェックしていただけると幸いです。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。